なあ、ボケとしてんの。あ、ごめん。こっち元。あ、はじめまして、西野ソーダです。はじめまして。お前、つけものくせえぞ。え、ごめん。行こうぜ。ああ。サボってんじゃねえ。文句言うなら雪色も手伝えよ。生徒会長の仕事は資料の作成まで、ホチキス止めは庶務係のお前の仕事だ。はいはい、わかりましたよ。はい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 。いって、なんなんだよ。うつけだし、俺は犬じゃない。もう、ここにいたら。なあ、うん、雪広の妹さん、かわいいな。はぁ、かわいいよ。俺めっちゃびっくりしたもん。お前、ああいうオカンみたいなやつがいいのか。オカンってめちゃめちゃかわいいじゃん。お前がそういう趣味だったとはな。なんだよ、その言い方。あんなかわいいのに。聞かせて面白がってるよね。部屋の壁超薄いって分かってるくせに。可愛いなんて直接言われたらお世辞だって思うけど、ああいう風に聞いちゃうとな。受け取りで、いちいち初体くせんだよな、あいつ。二人に秘密にしてることが一個だけあって、なんか絶対聞いたら、えって言われるから言わないでしょ。言わない、言わない、教えてよ。いいの？驚かないでよ。彼氏ができました。もしかして、あいつと付き合うの？なんで？ね、だってリンゴ全然興味ないって言ってたじゃんね。そうなんだけど、
なんか可愛い可愛い可愛いってあげられてるうちに、なんかいいかなって思って。どうなのそういうの。あでもね、いつも好きって言ってくれて、それってすごい幸せなんだなって気づいた。まい、ね、どうしたの？え、あ、うん。私も勝手に浮かれてた。よく知らない人に可愛いって言われただけなのに。こんにちは。俺はあの雪広に会いに。どうぞ。お邪魔します。妹さん。はい。おう。お名前は。え？あ、お。お手洗いは？あちらです。あどうも。つうかお前さ、マジであいつのこと狙ってんの？別に狙ってるとかじゃ。 いくら女慣れしてねえからってさ、名前聞けねえとかどんだけ言うだよ。あーもういいから妹さんの名前教えてよ。断る。なんで？踊ってるお前が面白いから。なんだよそれ。あ、胸が何カップかなら教えてやってもいいぞ。え、あ、お前今エロい想像しただろ。してねえよ。顔に書いてあるんだよ。お兄のバカ。っていうか西野さん、ああ見えて女の人に慣れてないんだ。俺はただ妹さん可愛いなって思ってるだけだよ。ああ、なんか味噌汁のあたりがこそばい。もうなんていうか、もうなんだこれ。すいません、毎日お邪魔しちゃって。いえ、ご遠慮なく。あの、これつまらないものですが。え、いいんですか？あの、シュークリームです。好きかわかんないけど。大好きです。 ありがとうございます。あ、ごめんなさい、崩れたかな。ごめんなさい。お茶入れてきます。何やってんの私。なんか髪型とかも気にしちゃってるし。イケメンだったらとりあえず OK とか、告られたから試しに付き合うとか、そういう感じに私はついていけなくて。全部恋なんかってずっと思ってきた。ウケる。ナナコすっげえ転び方。パンツ見えた、パンツ見えた。スパッツ履いてやんの。もうつまんねえ。スパッツないわ。じゃあな、スパッツ。じゃあな。大丈夫？怪我してない？はい、西野さん、今日もうちに来てたのかな。足ここに乗っけて。ありがとうございます。
明日コブのノート貸してくれよ。何いきなり。次赤点取ったらマジでヤバいんだってな。頼む。そんな顔すんなよ。俺と七瀬の仲じゃん。やめてよもう。やめてよもう。なんでよ。あいつに彼氏？うん、間違いない。どう考えてもあれは彼氏だよ。いやいやいや、生まれてこの方彼氏なんていたことありませんけど。なんか多分同じ学校の男とじゃれ合ってる感じでさ。もしかして。やめてよ。違う違う、誤解です西野さん。いや待って、今話に行ったら盗み聞きしてたって分かっちゃう。まああいつも年頃だし、そういうことあってもおかしくはないな。え、でそいつは彼氏だとしてお前どうすんだよ。あいつのこと諦めんのかよ。ちょっと来い。え？ソウタ、今から俺の行きつけのドッグカフェに行ってこい。え？俺のひいきのドジな柴犬がいる。そいつの動画撮ってくるんだよ。場所はこいつが知ってる。なんでそんな。人が生徒会の予算割りやってる時に邪魔しやがって。とっとと行ってこい。はい。いらっしゃいませ。ハッピードッグスへようこそ。こちらのお客様は初めてのご来店かな。はい。僕は店長の橘萩之助。ここは保護犬だった犬たちと楽しいひとときを過ごしてもらうお店だよ。保護犬？人間たちの身勝手な事情で捨てられて処分されかけてた犬たちさ。みんなにたっぷりと愛を注いであげてね。はい。じゃあ会員カード作るから記入をお願いね。はい、わかりました。いいね、ういういしいね。僕も思い出しちゃうな、高校時代。萩之助先輩、第二ボタン私にください。え、ごめん、ボタンは全部ファンの子たちにむしり取られちゃったよ。え、そんな。でも大丈夫、ボタンなんかなくても僕のハートは君だけのものさ。さあこちらへどうぞ。はい。さあおいで、僕のエンジェルたち。はい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 。西野さん、あの子です。お兄のお気に入り。雪宏の好きそうな。はい、お兄の好きそうな。マイちゃんと彼、お似合いだね。いえ、そういうんじゃ。でもそうなりたいだよね。いっぱい取れたね。はい、お兄喜ぶと思います。兄弟揃って犬好きなんだ。あ、これお兄からの誕生日プレゼントなんです。へえ、あいつそういうことするんだね。一回きりですけどね。私が6歳の時くじで当たったけど、いらないからって。あいつらしいね。あいつのこと諦めんのかよ。あの七瀬さん。危ない。わっ、ごめん。
西野さんって優しいんですね。別に優しいわけじゃないよ。あの、七瀬さんが好きなんだ。彼氏がいるのは知ってる。でも諦めるとかできそうもなくて、好きでいてもいいかな。私彼氏なんていません。私も西野さんのことが好きです。え？お邪魔します。じゃ、あの宿題頑張ってね。はい。数学の先生がスパルタでさ、宿題の量が半端ないんだって。大丈夫かな。だったらお前が手伝ってやりゃいいだろうが、さっさと向こう行けよ。そんな、若い男女がいきなり密室に二人きりなんて。はぁ？お前ら彼氏彼女なんだろ？それなんだけどさ、俺たちって、付き合ってんのかな？はい？お互い好きって気持ちは確かめたけど、俺、付き合おうとまで言えなかったし。七瀬さんはどう思ってんだろう。おい、どへたれ。お前、あいつのこと七瀬さんって呼んでんのか。うん。まさか、まだ下の名前知らねえわけじゃねえよな。いや、知ってるよ、七瀬。まあ。まあ。まあ。お前は幼稚園児か、ひよこ組か、いや、卵の時点で人生終了してんのか。このピータレ野郎だ。私たちってまだ付き合ってもなかったの？じゃあ一体どうしたら。男女の仲なんて呼び方を変えるだけでも変わってしまうものさ。例えばソータキュン。ソータキュン無理。宿題来週には落ち着くと思います。そっか、じゃあその頃連絡する。はい、気をつけて帰ってくださいね。うん、じゃあまた。はい。あのさ。はい。まあ、あ、名前で呼んでくれる？まあマカダミアナッツ好き？ああどっちかっていうとカシューナッツの方が。だよね、カシューもいいよね。カシューナッツ美味しいですよね。
よね。俺も本当はカシューのが好き。あ、うん、あの、うん、うん。え、西野くんと？よかったね。あ、両思いなのは確かなんですけど、ちゃんと付き合ってるって感じになれなくて。あー、確かに彼かなりうぶそうだもんね。はい。ま、そうは言っても男子は男子、舞ちゃんが男の本能をちょこっとくすぐってあげればすぐにはっきりすると思うよ。男の本能？例えば彼のパーソナルスペースにぐっと入り込んでみるとか。あ、西野くんたらこんなところにご飯粒がついてるぞ、慌てん坊さんみたいな感じ。45センチ以内に近づくのがポイントね。あの、もうちょっと初心者向けのは。だったら種に交われば赤くなる作戦かな。何ですかそれ。とにかくカップルだらけのところで2人で行くんだよ。周りがみんなラブラブしてると、ここにいるってことは自分たちもカップルなのかなって思えてくるわけ。なるほど。奈々さん奥座って。あ、いや、西野さん。いやいやいや、もう俺こっちでいいから。そう、本当に大丈夫です。西野さんどうぞ。じゃあ、分かった。失礼します。ご注文お決まりでしょうか。あ、あのコーヒーください。コーヒー、はい。カフェラテをお願いします。はい、ありがとうございます。では少々お待ちくださいませ。こういうとこ嫌だったかな。あ、すいません。避けられた。お待たせしました。カップル専用ラブラブパフェでございます。ラブラブでお召し上がりくださいませ。カップル、あの違います。あの、俺たち違います。あの、分かってる。そういう意味じゃないのは分かるけど、私ちょっと急用が。え、ごめんなさい。七瀬さん、あの注文どうしましょう。あ、そのですね、おいしい。七瀬さん。西野さん。俺さ、七瀬さんのことずっと好きで、濡れた靴に新聞紙入れてくれた時からずっと。なのに俺がヘタレなせいで傷つけて、七瀬さん泣かせるなんて俺絶対にしたくないのに。本当にごめん。約束する。もう悲しませたりしない。だから俺とお付き合いしてください。すいません。あ、ダメなんだ。いや、あの違うんです。あのさっきお店急に出てしまったことがです。ああ、私ふつつか者ですが、よろしくお願いします。
私の好きな人が私を好きでいてくれる。こんな奇跡みたいなこと本当にあるんだな。私の、俺の、生まれて初めての両思い。ちょっと西野さんっぽいかも。休みの日何してんの？あ、今日学校行かなきゃなの。推薦受かった新入生の学力調査があってね、その監督役。にしても怪しいな。お前の弁当いつももっとチャルーだ。あ、これは西野さんに食べてもらうから。バレンタインがスキー合宿と重なって一緒に過ごせなくて、埋め合わせさせてくださいって言ったら、七瀬さんのお弁当が食べたいなって。ちょっと鬼、朝っぱらからお前ののろけとかきついわ。もう、急がなきゃ。はい、よかったらこれどうぞ。お腹空いてると集中できないでしょ、あなたもみんなも。ああ、ありがとうございます。今朝ちょっと寝坊してしまって。ほら早く食べて、時間ないよ。はい、いただきます。しまった、お兄におかず取られて自分のは適当に詰めたんだった。あ、卵焼き端っこだから形が。煮物の中に人参の尻尾。あとは漬物で無理やり隙間埋めただけ。ごちそうさまでした。え、もう？はい、美味しかったので。そんな気を使わなくても。いえ、お世辞じゃありません。俺、気持ちが顔に出にくいみたいなんですけど、本当に美味しかったです。ありがとう。あの、今更なんですけど、これはあなたのお弁当だったんじゃ？うん、そうだよ。そんな、じゃあ俺のせいであなたがひもじい思いを。あとで代わりになんか買ってきますんで。いいからいいから、そんなことよりテスト頑張って。もう5分前、私2階の担当なんだ。君も急いで頑張ってね。今日は一人なんだね。あ、はい、またゆきひろの命令で。ごゆっくりどうぞ。はい、はっちゃん、こっち向いて、こっち、ちょっとだけでいいから向いて。はっちゃん、
プレゼントか。何度か考えてはみたんだけど。七瀬さんって何か欲しいものある？欲しいものですか？うん、そうだな。あ、鰹節削り器。え？あと炊飯用の土鍋ですかね。すごくふっくら炊けるらしくて。うん、買っていいかお母さんに相談しなくちゃ。土鍋は違うよな。200円のお返しになります。あ、はい。ありがとうございます。もし君が恋に自信を持てずにいるんだとしたら。え、考えすぎは禁物だよ。大事なのはハートで感じることさ。ハートで感じる？だって考えてもごらんよ。君はいつも彼女の前で自分の気持ち素直に言えてる？いえ、照れくさくて。それは女の子だって同じ。こんなに好きなのに。ううん、好きだからこそ言えないの。なるほど。だから僕たちは女の子の言葉にできないラブサインを決して見逃しちゃいけないのさ。特に見落としちゃいけないのは。ちょっと待ってください。もっと。よし。もう二度と七瀬さんを傷つけたくない。そのために俺がちゃんと彼女をリードしなくちゃ。潤んだ瞳、バラ色の頬、そしてかすかに開いた口。西野さん。あ、七瀬さん、お待たせしました。うん、じゃあ行こっか。はい、こっち。はい、ごちそうさまでした。お粗末さまでした。すっごく美味しかったよ。よかったです。あ、そういえばテストの監督どうだった？あ、それが面白い子がいたんですよ。ちょっとつかみどころがない感じだけど、オーラがあって顔立ちも綺麗で、なのに、うん、お腹の鳴る音がすごくって。そうなんだ。仲良くなれるといいね。はい。あ、そういえばね、うちのいとこも七瀬さんの高校受かったんだよ。俺が家庭教師してて。家庭教師？うん、すごいですね西野さん。いや、そんなことないよ。あ、お茶入れるね。あ、いえ、私自分で。ごめんなさい。うん、この沈黙どうしたらいいんだ。潤んだ人、バラ色の頬、はい、そしてかすかに開いた唇。この3つだけは見逃さないこと。ね？潤んだ人、バラ色の方、そしてかすかに開いた唇。もしこの3つが揃ったら、きっと彼女はこう伝えたがってる。私のファーストキスはあなたのものよ。ね？七瀬さん。はい。
ちょっと。大丈夫？すいません。どうしたの？いや、ちょっと。行こう。どうぞ。お家帰るまでお腹持たないでしょ？ありがとうございます。あ、さっきのワンちゃんたちか。俺、どうも動物に絡まれやすい体質で。脱いで。このぐらいならすぐだから。はい、できた。すみません、助けてもらってばかりで。あの、今更なんですが、俺、加賀樹と言います。加賀くんね。はい。私は奈良先輩ですよね。え、どうして？先生に名前を聞いて、春休みに先輩を探しに来てたんです。弁当箱を返したくて。ああ、忘れてた。っていうか、わざわざ春休みに？部活に来てるかもと思ったので。ああ、私帰宅部なの。ごめんね、お弁当箱なんていつでもよかったのに。いえ、謝らないでください。弁当箱は単なる口実。加賀くん？大丈夫？いや。失礼します。よろしくお願いします。お。おい、ちょちょちょ、くつ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 く。あ。すいません。お前大丈夫か？すいません。今日好きな人ができたもので。は？お邪魔します。この人は？ああ、俺の彼女。どうした？この人です。俺が今日好きになった人。え？あるんですね、こういう偶然が。ソータさんがライバルでも関係ないです。俺ガンガン行きますから。宣戦布告と受け取ってもらって構いません。印刷に回せ。実行委員も大変だね。でも西野くんが手伝ってくれてすごく助かってる。ねえ、お礼したいからさ、駅前のカフェ行こうよ。美味しいんだって。ごめん、今日はちょっと。そっか、じゃあバス来るから私行くね。うん、お疲れ。お疲れ様。バイバイ。うん、じゃあね。宣戦布告か。そこまで言われたら心配だね。はい。でもさ、不安だってこと舞ちゃんには気づかれないようにしないと。
そうなんですか。だってさ、考えてもごらんよ。西野さんさ、もしかして私と加賀君のこと疑ってる？ひどい！私そんな軽い女の子じゃないわ。ひょっとして西野さん、私たちの関係なんてその程度だって思ってるのかしら。違う、そんなことないよ七瀬さん。だったらもっと私のこと信じてよ。でもやっぱり心配だ。うるせえ。もう何一人で騒いでんだよ。いや、ちょっと脳内作戦会議よ。なんだよ、人が悩んでんのに。どうせしょうもないことだろ。お前には分かんないんだよ、こういう気持ち。そいつがお前のいとこだってこと前は知ってんのかよ。うん、この前授業の後七瀬さん迎えに行ったら樹と一緒に学校から出てきて。鉢合わせか。それから樹のやつ余計挑発してくるようになったんだよ。よし、じゃあちょっと休憩するか。はい。あ、それでは蒼太さんはおやつにこれをどうぞ。ああ、悪いな。母からです。おお、団子じゃん。俺好きだよ。ああ、本当ですか。俺は今日七瀬先輩が調理実習で作ったクッキーをもらったのでこっちをいただきます。俺の知らないところで樹が毎日七瀬さんに近づいてるって思うと。だったらいい手があるぞ。え？舞が 100% 喜ぶ場所があるんだよ。そこに連れてきゃ一気に仲が深まる。どこだよそれ。こんな話ただで聞けると思うのか。困った。なし。困ったわん。ほんと可愛く。困ったわん。うん、なし。困ったわん。うん、ごつい。困ったわん。え、何やってんのお前。はぁ、あ、やらせといてなんだよ。いや、もうそろそろやめろよ。笑ってんじゃねえよ。すごい。すごいすごいすごい。私、こんな大きい百均初めてです。こっちの方あんまり来ないから。ごめんね、わざわざうちの近くまで来てもらっちゃって。いえ、誘ってもらえて嬉しいです。いろんな種類。とりあえず喜んでくれてるみたいだけど、デートで100均って本当にありなのか。え、これも100円？繰り返し使えるやつ。あ、キッチンバサミ。うわ、物糸曲げれるやつ。西野さん、欲しかったものばっかりです。こんな顔してくれるなんて、恥ずかしめに耐えた甲斐があった。たくさん買いましたね。そうだね。これでケーキとか作りますね。うん、ありがとう。ちょっと急ごうか。予報だと夕方から雨降るって。あ、そういえば今日猫たちが顔洗ってました。あ、それ知ってる。なんかこうやって耳より後ろにこうやって洗ってると雨降るんだよね。そうです、そうです。あ、そうだ、そういえば今日加賀くんたらすごかったんですよ。猫まみれになってて。あんなに動物に好かれるってすごいですよね。あのさ、仲良くしてもらってるかな、いつきと。はい、加賀くんも偶然保健員になったのでいろいろ一緒にやることがあって。それ本当に偶然かな。え？七瀬さん、俺でもさ、不安だってこと舞ちゃんには気づかれないようにしないと。西野さん、蒼太さん、加賀くん、
いつき、なんで？月末なので、ソータさん家に月謝を払いに行ってきました。駅まで走ろう。大丈夫ですか？これどうぞ。あ、ありがとう。七瀬先輩の家、ここから結構ありますよね。うん。ご両親に連絡しといたら。あ、そうですね。車で迎えに来てくれるかもしれないし。お酒飲んじゃったから運転できないって。そっか。だったら、うち泊まってく？え？助かります。よろしくお願いします。お前じゃねえよ。どうぞ。実はさ、今日両親いないんだよね。あ、でも妹はいるから。あ、そうですよね。俺もいますしね。七瀬先輩、今晩俺たち一緒の部屋かもしれません。なわけねえだろ。あの、七瀬さんは妹の部屋に泊まってね。はい。うん。こんばんは。ちょ、秋、お前は挨拶もできないのか？なんだ？ん？開けろ！ほら！何？開けろ！服、ありがとね。いえ。布団引く場所。店長さんじゃない？え、萩様知ってるんですか？うん。へえ、あそこでバイトしてるんだ。はい、こんな性格でも奇跡的に雇ってもらえて。これも、うん、あ、知ってる。はい、クワガタ好きなんだ。はい、グッドコウチューンっていうスマホゲームにハマってて。クワガタとかカブトムシ集めてイケメンに育てるやつ。あの萩様って大クワガタの最終形にもうそっくりなんですよ。あ、こんなの出てきた。トランプ。あ、本当だ。ごめんね、掃除なんか手伝わせちゃった。いいんです、好きですから。へえ、確か小学生の頃は自分を主人公にした話書いてましたよね。これ漆黒の堕天使ムニエルって。殿！
の黒歴史をよこしてんじゃねえよ。漆黒のムニエルってそれ焦げた魚ですよね。うるせえ。まあ、そうだ、みんなでトランプしようよね。そうだね、大貧民でいいよね。よし決めた。黒淵、お前最下位になったら好きな子の名前告白しろよ。ああ、昔よくそういうルールでやりましたよね。いいですよ、負けたら俺告白します。いつきを負けさせるわけにはいかない。よし、じゃあやろっか。はい、ハッチパス。あいつ結構手札が良さそうだな。これなら最下位ってことは。はい、ドーン、革命発動。革命ってなんだっけ。ここからはカードの強さが全部逆転。黒淵、手札の良さが裏目に出たな。何してくれてんだよ、アキ。流し目。はい、ドーン。七。上がり。よし。上がり。上がり。よっしゃー。はい、黒淵大貧民、罰ゲーム決定。はい、どうぞ。わかりました。俺の好きな人。あ、ちょっと待って。うっかり見逃すとかだった。どうしたんですか。秋革命中で3台あったんだよ。あれ反則。そうでしたっけ。うん、こういう時はチョンボしたやつが大秘密。じゃあ俺の代わりに好きな人の名前を。言わなくていいですよ、別に面白くないので。代わりに夕食作ってください。わかった。大丈夫かな。お前さっき本当に勇気だったのか。今さら何言ってるんです。俺本気だって伝えましたよね。いただきましょうか。七瀬さん、やめた方が。俺が食べます。作れと言った責任があるので。どうでした。へこんで部屋から出てこない。これもう少しでできるので、あきちゃんにも。うん、ありがとう。加賀くん、大丈夫。あ、はい。胃薬ないですかね。
持ってくるよ。大丈夫？はい。加賀くんってメガネ取ると少し西野さんに似てるね。トイレをお借りします。あの西野さん、何かありました？いや、ちょっとブレーカー見てくる。西野さん、私今日すごく楽しくて、はしゃぎすぎて知らないうちに西野さんのことを傷つけてるんじゃないかって心配で、さっきからずっと目が合わないから、何かしちゃったならごめんなさい。でも私、西野さんが好きで、本当に好きで、明かりがついた後も西野さんとはほとんど話せなくて、次の朝気まずいまま別れた。
ちょっと約束があって。ごめん。先輩、保健委員会始まりますよ。また明日。じゃあ、バイバーイ。じゃあね。また教えてね。うん。ほら、行くよ。西野くん、志望校どこ？ああ、第一志望から名系西北東都大。学部は全部経済。就職に強いところがいいかなって思って。すごい。今から就職のこと考えてるんだ。現役で受かって、ちゃんと4年で卒業して、就職しないと予定が狂うからさ。予定？新卒で就職して1年目になるべく貯金して、で2年目に彼女と結婚。彼女のことそこまで本気なんだ。あ、いや、あの、一人で勝手に考えてるだけで、あの、彼女に話したことはないんだけどね。今から結婚の話なんて惹かれそうじゃない？そうかな。喜ぶんじゃないの？すみません、付き合ってもらって。ううん、お母さん気に入ってくれるといいね。ネギを首に巻くといいね。そうなの？おばあちゃんが言ってた。じゃあ家帰ってやってみる。やってみて。マイマイ。後輩くん、マドレーヌ、ごちそうさまでした。いいえ、お粗末さまでした。それじゃあ。あ、加賀くん、最近西野さんに会ってる？先輩はあれきりなんですか？連絡もなくて。俺今日蒼太さんに勉強教わりに行くんで、様子どうだったか知らせましょうか。本当？ありがとう。じゃあね。ごめんな、今日来るの忘れてて。先に知らすときは無駄足にならなかったのに。そんなのいいですから、ゆっくり休んでください。じゃあ。風邪ひいてることを七瀬先輩には言ってない。心配かけたくないし。そうですか。
そんなもんボロボロじゃねえか。私の宝物だもん。そうだに似てるもんな。違うよ、ずっと前から。まったく、お前は昔からよく泣くな。あいつ今日風邪ひいて一人で寝込んでるらしい。もしもし、ソータ、俺だ。お前、家と部屋の鍵開けとけ。今から看病しに行ってやる。失礼します。冷たくて気持ちいい。もうちょっとそのままで。加賀くん、おばさんに頼まれました。ソータさんの様子見に行ってほしいって。加賀くん、どうしたの？ソータさん、さっき誰に看病されてると思ってたんですかね。高校生の恋愛なんて所詮軽いんですよ。簡単に相手変えたりして。じゃあここで。何やってるんだ俺は。
あれから西野さんと会ってない。風邪ひいてるからかな。メールの返事もそっけない。電話してみようかな。でもどうしよう、別れようって言われたら。もし別れたら、出会う前と同じ毎日が戻って、ただただそれだけ。加賀くん、どうしたの？最近、ソータさんと会ってないんですよね。今から行って、学校の前で待ってれば会えますよ。本当にこのまんまでいいんですか？七瀬先輩のソータさんへの気持ちはその程度だったんですか？先輩の本当の気持ちを伝えてください。あの日から私は。こんにちは。怪我してない？俺とお付き合いしてください。口つかものですが、よろしくお願いします。西野さんが笑ってくれるたびに幸せで、一緒にいるだけで、声を聞くだけで幸せで、幸せが溢れ出しそうで。この子たち僕らにまっすぐに愛情を示してくれるよね。何の計算もなく、ただまっすぐに。だから一緒にいるだけで僕たちはこんなに幸せなんだ。だと思う。西野さんを困らせてしまうと思う。でも私は。西野さん。七瀬さん。あの、私どうしても伝えたいことがあって。私私は西野さんが好きです。西野さんが他の人を好きでも、私のこともう嫌いでも、それでも私は西野さんが大好きです。今までありがとうございました。
瀬さん！さっきの何？え？今までありがとうとか、俺が七瀬さんのこと嫌いだとか思ってても、西野さん私に言えないでしょ、優しいから。そんなわけないだろ。あ、ごめん、俺が誤解させるような態度取っちゃったからだよな。でも俺他の人なんか好きにならない。こんなに七瀬さんのこと好きなのに。俺も七瀬さんが好きだ。七瀬さんが一生好きだ。西野さん、お邪魔します。女の子らしい部屋だね。そうですか。うん、いただきます。おいしい。よかったです。お前ら妙に静かだな。なんかいかがわしいことでもしてんのか。ちょっとやめてよ。鬼、隣の声こんな聞こえるの？あ、はい、黙っててごめんなさい。え、じゃあ俺と幸宏の会話も七瀬さんに聞かれてたってこと？え、あの話も？え、あれも？あ、え、あの、落ち着いてください。とりあえず落ち着いて。おい、バカップル、俺出かけてくるからな。二人っきりだね。まあ、まあ、まあ、そうですね、ソータさん。
She's so